一番好きだったのは、強いて言えば、三田大会やらかな。自由な格闘ができてね、思う存分暴れた怪獣ですよ。付け加えて言うのはね、サンダー対ガイラでしょ。僕はガイラでサンダーって言いますよね。それがいないと立ち回りできないんです、格闘が。だからそれを、うまくやってできる人とできない人がいるんですよ、やっぱり。うまくいかない人がいる。だけど、関田っていう人はね、うまかった割合と、覚えが早くてね、覚えの悪い人はダメなんですよ、できない。口だけうまくいってね、何の動きが取れない。それはもう、そういうのはダメ。もう口先よりもポッとうまくこう動く人間の方がいいですよ。教えたことある。後輩はいないんだよね、はっきり言うと。新しい作品、例えば僕たちが仕事を辞めてから別の俳優さん、フリーの俳優さんが来てやってるわけでしょ。僕はそんな連中に教えたことない。ただ一緒に仕事をその他の怪獣があるでしょ。それは教えたことあります。現場はそんな変わらないですよ。ただ監督が本編の監督でしょ。助監督です。助監督なんですよ。監督じゃないんですよ。だから変なのは来て監督やったんだよね。こっちが教える方のあれだよ、逆に。だからもう、作品そのものがゴミでしょ、あれは。ゴミ対ゴジラだよね。ありませんでした、全く。未知数だよね。制作中は悪いけどね、スタッフ、70名のスタッフが、みんな他の作品がみんな文芸作品作ってるでしょ。うちの作品はね、ゴジラっていう題名なかったの。何だと思います？アルファベットの G、作品です。それだけなんです。だからゴジラっていう名前がなくて、普通の怪獣なんですよ。50メーターの怪獣だから、自作品のゴジラなんですよ。はっきりゴジラじゃないんだ、怪獣なんですよ。それが制作してね、1ヶ月ぐらい経ってからゴジラという名前が出てきたんです。クジラとゴリラをね、もじった名前が生まれてきたわけ。だから自作品の台本はみんなこんなってやべえちゃって今ないんです。みんなスタッフはみんな持ってませんよ。やべえちゃって 新しい台本を使うから。頃の一作目のゴジラってのはね、作るのに材料がないんです。作る材料が。だから制作する人はね、大変な苦労したんです。物がないんですよ。終戦になって9年目でしょ。戦争中何もないんだから、はっきり言うと。作ろうって作れないんだ。だから技術があっても作れないって心配してました。映画というのはね、本編と特撮と2つに分かれてるんですよ。例えば宝さんがやったでしょ、作品は本田さんの監督で、本編の方で人間として歩いて撮影してるわけです。特撮は特撮で別に円谷さんが撮影してるわけで、最後に編集でもって合体してできるわけだから、ね、人間とね、ゴジラと噛み合わせて回るっていうのはね、
ブルーバックを一生してあのやるんですよ。難しいゲートなんですよね。だからそういう特殊な撮影してますからね。だから特殊なことは本編のことを知ってる人はね、特撮のことを一切知らない、見て入ったことない、見たこともないんだから。だから高田さんが立派なこと言ってるけども、特撮知らない、何も知らない、見たことないんだから。いっぺんも入ったことないセットに、だから見学に来たこともないしね、全くない。だから特撮のことは一切知らない、はっきり言うと。だから特撮ったらね、難しいんだよ。人間のノーマルの形ってのはみんなノーマルで動いて撮影してるわけでしょ。それを特撮の場合はね、ノーマルじゃなくてノーマルの2倍から3倍でやってるわけですよ。わかります？3倍ってのわかんないでしょ。それはもうみんなあの人間が撮影してるのあれはノーマルなんですよ。それの3倍やってくれって言ったらわかんないよ。みんな知らない、見たことないし、知らない人ばっかりなんだよ、はっきり言うと。知ってるのは特撮をやった人間だけ知ってるのは。